ほどのが、タッピングといってですね、右手で、弦を叩く奏法ですね。これは非常に難しいですけど、練習をいっぱいやることで弾けるようになりますね。次がよく使う、オルタネートピッキング、ダウンとアップ交互にピッキングを繰り返します。細かく弾くと結構早く弾けますね。で次が、分散和音ですね。スイープと呼ばれるやつですけども、ちょっと弾いてみますね。これもですね、一音一音きれいに出さなきゃいけないので非常に難しい奏法ですけど、これも長く練習することでできると思います。以上、早弾き講座でした。